の戦い方やっぱ知ってる、やっぱさすがイボ出たやつちゃうわ。ウイスウイスみたいな、勝ってきますみたいな言うじゃん。河川さんの頭はねモニターの上にちょっと見えんのよ。投げる時に目見てこないでってやれたのね。粒組で奥歯を失った感動したね。泣いてたはずだった、あれが起こるまでは。ハイタニさんにあのルールなくしちゃったらって言われたどこらでトラウマになってんじゃないのそれ。いやー、リジェクトファイトナイトからシアルカップまでどれくらいだ、3週間くらいやってたんかな。いやー疲れたなマジで。 TGS 終わってドッと来た感あるな。ちょっと昨日休んだけど、クラスターブースでもすごかったな。なんか去年よりもさ、すげえブースが一回りくらい大きくなってて、あのメタバースの中でさ再現されてんだよね、ブースの中で。メタバースの中でも配信見れてみたいな。結局俺メタバースじゃなくてクラスターさんのさ、あの 3D で俺めっちゃ撮って頑張ったんだよ。あれこういう今見えねえか、グリーンバックのやつでさ、これ本来はさこういう風になってんだけどさ、クラスターさんのやつも事前にこういうの撮ったんだね。撮ったんだけど俺がデカすぎてさ、こういうこととかするとさ手が見切れちゃってさ使えないじゃんあれ。だから何回も何回もさ一生懸命撮ったのに完成形本番で見れなかった俺本番っていうか現地で。なんか手とかさ、なんかこういうことしたいじゃん、こうやってやりたかったんだけど、あまりにも制限されすぎちゃうからなんかすげえぎこちない動きになっちゃった。まあもうブースにもいなかった、ブースにしかいなかったし、そのブースにあるお弁当しか食ってないまま遅れて CR カップ行って、 CR カップ確か16時集合だったんだけど、集合したのが17時ぐらいで、まあそこでですね、あのちょっと私はちょっと遅れて行ったので、ちょっとアップしたかったんでね、ちょっと目の前にいる応募本田にちょっとアップがてらねやろうやっつったら、ちょっとボロ負けしまいして熱くなり、結果的にね30先からやったら25対5とかでボロ負けしまして、まあそのままステージ入場しまして、ウィービルロックユーでズンズンチャズンズンチャで入場してって、エボで勝ったオニアにボコボコにされ1日目は終わりました。イボですね、イボ。まあ初戦はちょっとね、まあ緊張もしてたね。まあ正直かなり、うん、かなり頭も白かったし、あれはうまかったわ。うまいし、なんかオフラインの戦い方やっぱ知ってる、やっぱさすがイボ出たやつちゃうわ。うん、1日目板橋さんとジュニア君が来てくれたんだけど、まあ会えなくてさ、時間的にやっぱ、まあ、LINE でちょっとメンタル的な、なんかまあ技術面とかはやっぱ今ねちょっと詰めれないから、いくらでもなんかこの今まで選手してきたやつとかの出せるそのメンタルの挑み方みたいな、そこら辺どうすかねみたいな、なんかありますかみたいな、メモしたやつを見るとか、まあ、リプレイでこうイメージしとくとか、自分の勝った試合を見るとか、いろいろちょっとコメントもあって、で2日目はさすがに応募とは対戦しないで河川さんのリプレイ見たりとか、もうすっかり忘れてたけどさ、あのツイッターでこう募集したりとかしてたんだけど、俺初日、ま、もうマジ忘れてたわ、そういうのできること。そうだこのゲーム1対1だと思って、でやったらだいぶ目が慣れてたわ。だいぶ目が慣れてたっていうか、なんかそれでやったからこそなんか落ち着けていけたってのもあるのかもしれないな。うん、でもね、おぼさ、俺なんかすげえなと思ったのか、おぼってさ、なんかいつも冷静っていうかさ、なんかムードメーカーでさ、なんか周りの士気上げたりとかさ、結構お調子者のイメージあるけどさ、なんかここだけの話、1日目かな、戦って、携帯とかでさ、まあメモとか見るじゃん。結構ムードメーカーで、ウイスウイスみたいな、勝ってきますみたいな言うじゃん。言ってんだけど、やっぱめっちゃ手震えてて、携帯持ってる手が。やっぱこいつも緊張すんだな、みたいな。でもそこら辺を味方っていうかチームメイトに伝えないようにするのが、やっぱおぼだなと思って。結構震えてた、こんな感じで。俺はミスだけど、そこ。何も言わなかったけど。いやでもあれ震えるよ。俺も一日目震えてたもん、正直。二日目の河川さんとの対戦。マジでもう俺さ、一日目俺さ、椅子の調整してなくて、雑魚のね。俺いつもさ、雑魚すごい高いから、その椅子の高さが。マックスにしたよ、二日目。まず。
座ってから。俺いつもさ、まあなんだろう、座高の高さ的にまあモニターのちょっと上に自分の目線が来るくらいにいつもしてんだけど、まあ座ると対面してるから河川さんの頭がね、モニターの上にちょっと見えんのよまあそれはしゃないじゃん、しゃないんだけど、まあゲーム内でさ、こうスクリュー決めるやん、こうスクリュー上行くじゃん、で上見るじゃん、キャラクター行くっしょ、これモニターの上見ると河川さんの頭が、顔があるから、なんかこれね、俺別に意図してない、投げた瞬間になんか後々やれたんだけど、投げる時に目見てこないでってやれたのね。あれね、別に意図してなかった。まあ地位からしてみると、目が合ってた。でも一回目合っちゃったんだよね。あのね、俺ちょっとやっぱ1日目とか、やっぱリジェクトファイトナイトからやっぱもう連敗が続いてて、流されないようにしようと、もう自分のペースで行きたいから、何かしら攻撃とか投げが決まった時に、まあ、声を出してちょっとこう周りのなんかこう声とか邪念っていうかな、なんかもう吹き飛ばそうという、こうスキルとか投げたのに、おりゃーみたいなこと言ってたのね、ずっと。で言ってると、なんか多分河川さんこっち見るから、そのスクリューしてる時に、多分スクリューしてる時に多分河川さんもこの画面見てるはずだから、あ、お互い多分目合うのよ。それで、あ、すごい威嚇してるように見えちゃったっぽくて、そこ申し訳なかったんだけど、もう SS3 とかもさ、もう立ち上がったりとかしてさ、もう自分の気持ちを強く持つために立ち上がったりとかしてやってたら、完全に河川さんと目合っちゃって、めちゃ気まずかった。まだ試合終わってないのに、まだこれ SS3 決まっても、なんだろう、 HP ちょっとミリくらい残るくらいの試合って分かってたんだけど、立ち上がってなんかこうパフォーマンスしたらちょっと目合っちゃってちょっと申し訳ないなと思って、いやでもすごかったな、みんなまあ上手だったわ、チーム的にはな良いになっちゃったけど。ボタンちゃんとかもね、すげえ負けちゃったけどめっちゃいい試合しててさ、あれ次やったら普通に勝てると思うし、本当に惜しい。おぼも俺勝つかなと思って見てたけどね。でもあれはシャガ君がちゃんと対策してたっていうか、なんかとっておきの一手みたいな持ってきてたよね、あれね。からのね、ドンさんっすよ、粒組で奥歯を失ったドンピシャさんはガチで強い。スクリームからシェルカップ全勝らしいっす。対象挑戦権の時にもうドンさんがやるしかねえみたいな状況で、お粒組全部食べたらいいんじゃないですかみたいなって、全部粒組食べたら奥歯割れたらしいその終わった後もなんか、なんか奥歯になんかなんかつっかえてんだよね、爪楊枝持ってないみたいに言われて、俺糸楊枝貸したよね。でもなんかどうやらなんか歯と歯の間になんか挟まってるっぽくないみたいな言ってて、なんか糸楊枝貸したのに、まあなんかあったら言ってくださいって、また貸すんでみたいな言ったら、まさかの真っ二つに割れてたらしい。しかもあれ粒組昨日ずっとツイッターのトレンド入ってたっしょあれちょっとドンさんにスポンサー来ねえかなマジで。でも俺その大将戦のさ、ドグラさんの試合マジ泣いちゃったわ。いやあれはすごかったわマジで。だって結構ってか、かなり不利なとこから持ってったっしょ。感動したねマジで、本当に感動した。あ、プロなんだなと思ってたのよマジで。ナイアガラの滝くらい泣いてた、本当に泣いてたんだけど、泣いてたはずだった、あれが起こるまではいい話だった、すごく。いや枯れたよね、泥の涙、砂漠になった。いやある意味泣いたのかもしれない。いやでもさ、まあ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 負けてしまったけど、まあめっちゃ俺はおもろかったけど、正直おもろかったけど、まああれプロとしたらさ、一先だしさ、あの状況だしさ、マジ緊張すると思うわ。プロといえどあれ初めての緊張だろう多分。あれちょっとベクトル違うよね。ハイタニさんにあのルールなくしちゃったらって言われた第一声でしょやばい。でもさ、これドグラさんが1個前例作っちゃったからさ、これ2回目ある時さ、もっと多分緊張出ると思うわ。あ、そうなの。そうなんだ、俺シェラカップさ1回目見てないから分かんねえや。そうなんだ。
スタヌ勝ったんだ。あ、そうなんだ。そういうのがあって。え、じゃあもうドグラさんトラウマになってんじゃないのそれ。絶対トラウマあったっしょ。じゃあ3度目のドグラあるのかどうか、ちょっとそこもちょっと見ものですね。まあまあまあ、なんかまあ結果的にやっぱ4位だったっすけど、まあオチまでついて、まあやっぱりまあ内容的にはね、まあおもろかったし、よかったんじゃないかなと思うんですけど。